暴れん坊ケイちゃん。それでは加納英子さんの紹介でこの方です。よいしょー、サンキューこんにちは。どうもどうもどうも、嬉しいです。どうもどうも、あらあらあら、サンキュー。これはこれはどうもどうもどうも、嬉しい、サンキュー。尾形さんじゃないですか。いいですか、どうもどうもどうも、嬉しいですよ。はい、いや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 、嬉しいですよ。さあ、あの、はい、尾形さんです。いえー、サンキュー、嬉しいですよ。ねえ、はい、もうちょっとだけ声を。そうですね、事務所なんで、うん、サンキューしかずっと言ってませんけど。もちろんですよ、サンキュー。ねえ、今のところサンキューしか言ってませんけど。出してくれてサンキューですよ。いやー、でもね、吉本坂46。そうです、そうです。同じメンバーだ、はい、あ、そうなんですね。そうです、そうですよ。どう、最近吉本坂どうって、もう やめたんですか、もう。やめ、全然合わないっすよ。いやいや、何回出た、有楽町。いや、結構出てます。河本さんの、うん、あの舞台とか呼ばれないもんだって。本当ですか。俺、江原君のやつで一回呼ばれたっきり。本当ですか。うん、あと3回ぐらい断った。断ってますよ。だから、断っちゃダメでしょ、だって、せっかく言う。なんで断っちゃダメだよ。吉本坂で、だって、オーディションで受かったわけじゃないですか。受かってるよ。やりましょうよ、ビシッと。諦めたらもうダメだ。諦めたら、誰が諦めたら。だって断ってるじゃないですか。断ったら諦めたからじゃないですか。なんでですか。いいですか。はい。尾形さん、めっちゃ声でかいですね。うん。めっちゃ静かですね。そうなんですよ。お前、興奮したらそういう風になるんだよ。うち、地獄の八期。そうでしょ、僕の地獄の八期。そうでしょ、はい、地獄の八期で、ウヤンマ、ウヤケン、ね、はい、ケンジ、ケンジ、ケイジ、タツミ、タツミ、はい、知ってますよ、タツミも。そうでしょ、はい、あの辺、東海林。そうそう、東海林、はい、あの辺出てるんですよ。で、その3人、4人に話を聞いたら、尾形が地獄の八期では一番の出世株だみたいなことを言ってた、その時。おい、それなのに地獄の八期の八期を隠してあいつらはいるって。あいつらいるって隠してないっすよ。お前隠してんだろ、地獄の八期だって。隠してないっすよ。だから向井は何期？11期です。ほらな、はい、だから11期っぽい。だから若手のふりをしてた。若手ですもん、だって。何がだ、お前8期なんだったらもうあれと一緒だろ。だってあれ本当に一番下に合わせるんですよ。なんでで、上に合わせてやれよ。いやいや、ダメです。だからあれ下に合わせるから僕はもうそれで組んだみたいな。じゃあお前なんでお前8期でさ、はい、11期になってんのに今お前そうやって宇山とか、はい、あのケンジとか全部東海林とか呼び捨てじゃないか。いお前11期だったら8期のことちゃんと宇山さんとか東海林さんって言わないでしょ。それでだって8期は8期じゃないよ。お前11期8期で一緒に、ね、授業受けてたんですもん。お前だったら8期みたいなこと言うじゃん。8期は8期ですよ。それはお前11期の顔してるじゃん。11期の顔してないですよ。でもその扱いが11期だっていうだけですよ。うるさいんですよね。うるさいんですよって、なんかこいつだよ、うるさいのが。芸能人ですよ。なっちゃうから。お、あいつらは芸人じゃないと、お前ら。思ってるわ。大好きなやつは何ですか。お、なんだよ。何を分かるんですか、熱いことは。もっと熱いこと可愛がってるよ。可愛がるんだよ。東海林を可愛がってくれよ。東海林大好きですよ。宇山今何してるか知ってるの。宇山分かんないです、あんなヤンキー。ヤンキー。見てみて。あいつ今原宿でハンバーガー焼いてたぞ。どうやってんすか、あいつ。落ち着いてください。すみません、俺ね、あいつらがね、可愛いんだよ。お前、安武のことどう思ってる。大嫌いっす。大嫌い。あいつこそ大嫌い。あいつなんかね、カジサックさんについて一つも面白くないです。いい子だぜ、うちたぶん言ってるけど。いいないっすよ。あいつなんて NSC 時代コンビ組んでたんですよ。あいつ、ヤスタケが誰かと組んでて、うん、その NSC の女の取り合いで、うん、あれ解散しますから。もう書きまくって女 NSC でクズ中のクズなんです、あいつは。あんなやつがなんか家族チャンネル撮ってんの、おかしい、おかしい。ほんまかそれ。終わってますわ。世界で一番嫌いです、僕は。言い切ってもいいっす。そんな嫌い、嫌いです。ロレックスしてるんですよ。ロレックスして、ロレックスもしてたし、なんか車買ったんですよ。ハイヤー、ハイヤー買ったんですよ。全部チェックしちゃってる俺もあれですけど、
モデルみたいのもやってるの知ってます？知ってるよ。だからそれ俺見るのインスタで。もう腹立ちますわ。なんなんあいつ。だって靴だけをさインスタ載せたりさ、いろいろしてんじゃん。そうです。僕の買えない靴とかも、うん、全部あいつ持ってんすよ。ロレックスだって持ってるし、車だって新車のハイヤーっすから。俺はね、どうか、俺なんて中古ですわ。いやいや、お前もうほんと今日も履いてきた靴、もうちょっとヨロヨロだったもんな。ヨロヨロですよ、俺のニューバランスの靴だな、ニューバランスの。なんであいつに俺金で負けんすか。安武、ほんといつもいい靴履いてる。大っ嫌いっす、大っ嫌いっす、あいつは。うるせえな。やっぱりお前地獄やな。地獄っす。安武、お前の方が正解じゃん。なんでだよ。俺の方が正解でしょ。いい人っすよね。うん、優しい。いいやつだよ。うちら来たらな、もういつでも呼んでください、うん、じゃあ何でもやります。めっちゃツッコミ。でカジサックはカジサックで、うん、いやもうほんと山本さん、安武いつでも貸しますんで、うん、なんか安武はもう出役があるんだったらいつでも言ってくださいって、うん、カジサックも言ってくれるんだもん。あいつほいで昔めっちゃモデルと付き合ってたんですよ。どういうこと。別にいいやんか。旗がね、はい、めっちゃ可愛い女と歩いてて、あの感じでマジでムカつきました。それお前羨ましがってるだけじゃないの。いやいやそんなことないです。ロレックスしてハリアン乗ってで、あの服もスプリームとかめっちゃ高いやつを着て。そうだな。あ、どっから金持ってきてんですかあれ。だからそれやっぱカジサックのとこであんだけ頑張ってたらそういうことになるんじゃないの。頑張るの何も。だってこうやってカメラ持ってハーハーって笑ってるだけじゃないですか。あんな何にも面白いことも言わねえし、あんな誰だってできるでしょ。なんでそんな金もらうんすかあいつ。おかしいっすって。あいつ最低の人間っすよ。絶対金なんてあいつにおごってもらいたくないっすけどね。俺そんぐらい嫌いです。俺はそんなにお前だってな、尾形が人を嫌うなんてないっすよ。俺考えられないです。俺嫌いな人ほんの唯一2人、うん、安武と、うん、さんぐらいなんですよ。この二人はもう俺もうダメなんですよ。もう本当に大変だったから。大変だったんですよ。やっぱり俺もそれか。僕はすみません、なんか、うん、俺でも安武さんの方が好きだな。うん、なあ安武の方が分かってない、うんうん、尾形さんに安武さんの方が好きだ、うん、あとうちだから分かってないっすよ。騙されてますよ完全に。ただでも、ね、その安武のファンいるじゃないですか。結構、うん、結構多いよ。そこですよね。そこですよ。どういうことだ。お前だって前の唾を何綺麗に拭き取ってな、まるでなかったかのようなトークをこっから20分巻き戻すか。はい。おい、巻き戻しか。ちょっと熱くなっちゃったんですけど。でもまああいつは本当にこれマジでこんな言うのあれですけど、本当に全然思ってる人じゃないですよ。俺らが？はい。そう、俺ね、何の別に何の得もないっすよ。俺別にあいつのことをまあな、何の得もないっすよ。うんうん。だけどやっぱりみんな誤解されてると。誤解してますね、うん、別にあいつは嫌われてほしいとかそういうんじゃないですけど、うん、ただやっぱり嫉妬がやっぱあるんです。お前言っちゃったら嫉妬じゃないの。嫉妬がすごいっす。もうほんと悔しくて。ただの嫉妬じゃない。ただの嫉妬じゃないか。お前何なんですか。知らないですか。ちょっとでも足引っ張ってやろうみたいな発言。足引っ張ろうって思わないですけど、なんか嫉妬だな。一番クズじゃないですか。やらしいなっていうのは。いいなっていうのは一番クズ。いいな言っちゃってんだろ。